今回は京セラの創業者で KDDI JAL を率いた名経営者稲森和夫の言葉第5弾を紹介いたします。強烈な願望を思い続ける。強烈な願望とは寝ても覚めても忘れない願望のことです。たまに思い出す程度のすぐ忘れてしまうような思いは強烈な願望とは言わないのです。それは例えて言えば惚れてしまってもう寝ても覚めてもその人のことばかり思っているというそういう状態です。そういう状態が強烈な願望を心に抱くということです。状況盲導型の人間であってはならない。状況盲導型とはこうしたいと思っても社会情勢、経済情勢などからすぐに実現困難であると諦めてしまうことを言う。一方、心の奥底からこうありたいという強い願望を持った人であれば、周囲の環境がいかに難しくとも願望を実現するための方法を考えていく。そこに努力と創意が生まれてくる。創造的な仕事とは、高度な技術を開発することばかりではない。今日よりは明日、明日よりは明後日と創意工夫を凝らし、改良、改善を積み上げていくことも立派な創造なのである。潜在意識には複雑な判断を正しくかつ容易に下す力がある。強烈な出来事や度重なる経験は潜在意識に蓄積される。そして顕在意識に変わって驚くべき速さで正しい判断をするようになる。つまりあらゆることを真剣に繰り返すことにより迅速に正しい判断を下せるようになるのだ。偉大な仕事を成し得る知恵は、経験を積むことによってしか得られない。自らが体を張って取り組んだ実体験こそが、最も尊い財産となる。一つのことに打ち込み、それを極めることによって、人生の真理を見出し、真羅万象を理解することができるようになる。もし、広くて浅い知識しかなければ、それは何も知らないことと同じだ。能力を未来進行形で捉えることのできるものが、困難な仕事を成功へと導くことができる。何としても夢を実現させようと強く思い、真摯な努力を続けるならば、能力は必ず向上し、道は開けるのである。私たちはいくつになっても夢を語り、明るい未来の姿を描ける人間でありたいものだ。夢を抱けない人間には、創造や成功がもたらされることはないし、人間的な成長もない。なぜなら、夢を描き、創意工夫を重ね、ひたむきに努力を重ねていくことを通じて、人格は磨かれていくからだ。夢や思いというのは、人生のジャンプ台である。自分の人生は素晴らしく明るいと信じて、困難、苦労、苦難にめげず、未来を明るく描いていく。厳しい現実の中で、つい負けそうになる自分を励ましながら、
明るく振る舞っていく、そのような姿勢こそが人生を開いていくのです。我々は運命と因果応報の二つによって波乱万丈の人生を生きている。その波乱万丈の人生の中で心を高め、心を純化し、人格を磨いていく。それが人生の目的である。死を迎える時には現世で作り上げた地位も名誉も財産もすべて脱ぎ捨て、魂だけ携えて新しい旅立ちをしなくてはならない。俗世間に生き、様々な苦楽を味わい、幸不幸の波に現れながらも、やがて息途絶えるその日まで生まず緩まず一生懸命生きていく。そのプロセスそのものを磨き綱として己の人間性を高め、精神を収容し、この世にやってきた時よりも高い次元の魂を持ってこの世を去っていく。このことより他に人間が生きる目的はない。中国の古典に、満は孫を招き、剣は益を浮くという言葉があります。古来満ち足りておごり高ぶる者は大きな損失を被り、一方常に謙虚に相手によかれかしと考えている者は素晴らしい幸運を勝ち取る。これはまさに時代を超えた世の道理であり、それは今日も決して変わることはないはずです。すべてに対してよかれかしという利他の心、愛の心を持ち、努力を重ねていけば宇宙の流れに乗って素晴らしい人生を送ることができる。対して人を憎んだり自分だけが得をしようといった私利私欲の心を持つと、人生はどんどん悪くなっていくのです。中村天風さんは私の人生において精神的、哲学的に大変大きな影響を与えた方です。その天風さんは次のように言っておられます。自分には輝くような未来が待っているのだ。素晴らしく明るくて幸せな人生が開けていくのだと、それをただ一点建設的にポジティブに前向きに思い、明るく人生を考えなさい。決して陰陰滅滅とした暗い思いを持ってはいけない。天風さんが開かれた天風哲学は大変支援なものですが、我々凡人に対しても分かりやすいように明るく前向きに考えなさいと単純な言葉で諭されておられるわけです。最後まで見てくださりありがとうございました。感想をコメント欄でお願いします。今回は稲森和夫さんの言葉を紹介しました。経営哲学というよりまさに人生哲学です。私の人生にとっても大変勉強になりました。今回は以上になります。それでは次の動画まで、さよなら。